底知りの後はもっと底知り。こんばんは、柳瀬わかなです。今回は食欲の秋にふさわしいイベント、富士の国食の都仕事人フェスティバルをご紹介します。今月24日から28日までのウィークデーは、静岡県産の農林水産物を存分に味わえる魅力的なプログラムが満載。中でも一番の注目は、24日に青葉イベント広場で開かれる富士の国食の都仕事人キッチン。食の都仕事人たちが作る県産の食材をふんだんに使ったこの日だけの特別な料理の販売や、なんとステージ上での公開調理パフォーマンスもあるんです。もちろん試食も OK。 仕事人おすすめの食材を買えるマルシェも開かれますよ。フェスティバルの期間中は他にも2つのイベントを開催。まずは食の都仕事人ウィークスペシャル。季節ごとのテーマに沿った創作料理やお菓子を静岡市内の仕事人のお店14店舗で堪能できます。もう一つは、食の文化や魅力についての話を聞きながら仕事人の料理が味わえる、その名も食談。こちらもお楽しみに。詳しくは県庁などで配布しているこちらの冊子、または県マーケティング推進課までどうぞ。皆さんも富士の国食の都仕事人フェスティバルで食の都静岡を満喫してみませんか。次回は大学生等就職フェアをご紹介。静岡県広報課がお送りしました。